皆さんおおはようございますすす関根和夫でで元気ですか、えー、先日あの行田市にあの蓮の花を見に行ったんですけれどその蓮の花が植えられているその公園の中に高さ50メートルほどあるこう塔が建っていてそこからこう下を見るとですね見事な田んぼアートの図柄が見えたんですよね。 それはそれは壮大なスケールの作品で、えー、縦150メートル、横150メートルぐらいの田んぼの中に、まあ、稲とか、その穂、あるいは葉を使って、色を変えて、こう図柄がばーってこう、うん、かれていたんですよね。いやー、壮大でしたね、本当に。えー あの歌舞伎に出てくるこう役者がこうね大見えを切っているところと富士山とかそういう感じの図柄だったんですけどねでこの田んぼアートというのはウィキペディアによるとえ田んぼをキャンパスに見立てて異なる色の異なる稲を植えることで巨大な絵や文字を作る大規模なものの多くは斜め上から見ることを前提に図案を設計してこれに基づいて 遠金を考慮して植えられているということでまあすごいですねこれ1993年にあの青森県の方で村おこしの一環として始められたらしいですけれども全国でいろんなところであの田んぼアートというのは実行されていて行田市もあのその一つなんですよねいやー見事でした本当に写真も載せておきましたのでぜひご覧いただきたいと思いますけれど。 でふと思ったんですよねこのプロジェクトに参加した、まあ、200人ぐらいの方々が参加しているということなんですがどのぐらいの範囲をカバーしたのか分かりませんけれどもでもその人が一人でどれほどの稲をこう植え込んだとしても完成したらですね心のどっかでこれ俺手伝ったんだよってこう自慢したくなるだろうなと思ったんですよね。縦横150メートルずつのキャンバスですから 一人で全部なんて到底できないわけですけれども、でもどっかで、これね、俺手伝ったんだよねってこう言える気持ち、なんかわかりますよね。自分の守備範囲は小さいんだけれども、でも完成した時には間違いなく手伝えてよかったよっていう,こう自信が持てるような、そういう出来事って嬉しいですよね。本当はみんなそれぞれ一日一日、 誰かをを支えており誰かを助けておおりり誰かか助けなんかあなたがいることで何かね今日はね俺これ手伝ったんだよって大声では言えなくても心の中であなたがいるだけで誰かを支援してるはずなので本当はそういう喜びをこう表現していいはずだと思うんですけどねそういう機会がもっと増えたらいいのになと思うんですあなたがいてくださることで私は大喜びで文章を書き続けることができるわけで。 えですから皆さんはこう関根一夫の文章はつまらないものも多いけれどもあれを書き続けるように励ましたのは私なんですよってえそんなことを聞かれたらですよ答えることもできないわけじゃないわけですねまあ自慢したところで何の得にもならないと思うんですけどねでも本当にあのいてくれてありがたいなと心から思っております田んぼアート田んぼアートに草を5つでも6つでも 植え込んだ人は完成したときにやったのは俺だぜって言えるなんかそういう参加の仕方いいと思いませんなんかねつくづく思ったんですよね <laughs> 私はいろんな人の人生に関わらせていただいてますけれどもなんかね私はその田んぼアートの中の草を一つ植えただけのような気がしてるんですよねそれでもそれをさせていただけてありがたいことだなと 思ってる次第ですどうぞ元気でいてください。それじゃあまた。